はい、おはようございます。ラスカルでございます。本日はですね、久々に麺屋あゆむさん、しかも2号店となります金沢八景店さんに訪れております。今回はですね、こちらあゆむさんで汁なしをいただいていこうかなと思っております。本日は茹で前で 1500g ということで、普通の二郎系のラーメンで言ったら5杯分ぐらいかなの麺量にはなりますので、十分デカ盛りということで、でまあね、デカ盛りとか大食いをする際にチャレンジメニュー以外でもね、どれぐらいで僕が実際完食したのか気になる方もねいらっしゃると思いますので、本日はまあこんな感じでタイマーもセットしつつ、まあゆっくりとね楽しみながら食べていこうかなと思っております。ということで、ただいまですね、こちら本日いただくメニューが到着いたしました。汁なし茹で前 1.5kg のどでかいラーメンでございます。早速ですね、こちら出来たてをいただきたいと思います。いただきます。よっ、ちょっと汁なしなんで、もう麺からいきたいということで、うん、うわうまそう。うわ、こちら汁なしの麺でございます。茶褐色でめちゃくちゃうまそう。わ、これだな、やっぱうめえな。やっぱりね、汁なしなんでラーメンよりもさらにガツンとした一杯になってるんだけど、トッピングにかかってるこのフライドオニオンのおかげでパンチ力が増してるというか、とにかくこのガツンとした二郎系のラーメンが食べたいって方はこの汁なしね、おすすめします。うまっ。トッピングのネギ、相当この汁なしに合いますね。でプラスこれ見える油でございますよ。これがね、麺に絡んでめちゃくちゃうまいわ。そしたらね、この着丼からうまそうに見えてたこのチャーシューいっちゃいますか。絶対柔らかくてうまいよ。うますぎる。このチャーシューめちゃくちゃうまい。うわ、そろそろトッピングして海苔もね、あえていかないと。これがまたね、ラーメンにも合うんですけど、汁なしにもバッチリ合うんですよ。アイムさん来るのだいぶ久々になっちゃったんだけど、マジでうまい。何回見てもうまそうっすね。たらそろそろこの辺りで、こちら有料トッピングで注文させていただきました生卵、これはもう絶対合うから。いいよ。
よいしょ。どうですこの生卵絡んだ麺、最高にうまそうでしょ。やっぱりさ、この味付き油が絡まって徐々にね、こうしょっぱく濃くなってくるんですけど、そこにこの生卵よ、最高にうまいね。ちょっとこの辺りでですね、このニンニクをしっかりこれ麺に和えまして、これでいかがでしょう。中盤戦からね、ちょっとさらにパンチ増していきましょうか。合うなぁ、うまっ。またこのニンニク和えた麺にね、生卵が合いますんで、ちょっとがっつりとこれ絡めて。そしたらもうですね、残すところ普通の小ラーメン一杯分ぐらいの麺量しかないかな、おそらく。もうそろそろね、ちょっと麺がないので、この汁なしにものすごく合います白状のブラックペッパーを使って味変していきたいと思います。こんな感じでいかがです。このね、ブラックペッパーのピリッとした辛みと風味がね、また合うんですよ。もうちょっとこれ麺ないな、もう最後だわ。具材丼の中はこんな感じ。具材は全て完食させていただきまして、ちょっとね、油が残っちゃってるんだけれども、さすがにね、油はきついので、こちらでね、完食とさせていただきたいと思います。最後、チャーシューでね。うん。ごちそうさまでした。ということで、本日はですね、麺屋あゆむ金沢八景店さんで、この汁なしね、いただいてまいりました。実を言うとですね、動画ではまだ1回しかこちらの店舗は来てなくて、前回はね、結構もう経つんだけれども、ラーメンを大きいものでいただきまして、こちらのお店では汁なし初めて食べましたが、もうバッ
っちりうまかった。本店にもね負けないぐらい、でもまたちょっと違ったベクトルの美味しい汁なしでございますので、ぜひね皆さん気になった方はこちら麺屋あやむ金沢八景亭さんで美味しい汁なし食べてみてください。ということで本日もご視聴ありがとうございました。この動画だと思ったらチャンネル登録、コメント、高評価、またですね最近ではサブチャンネルでも活動を始めておりますので、こちらはね概要欄の方からチェックしてみてください。それでは次の動画でお会いしましょう。じゃあね。ということで本日もご視聴ありがとうございました。僕自身ですねこちらあゆむの本店さんの方には何度も撮影でお伺いしておりますが、今回ですね動画でお伺いさせていただきましたこちらの金沢八景亭さんもまたね本店とはちょっと違った麺だったりとかスープの美味しさありますので、本店がね好きな方はもうねまだ行ってないよって方も絶対に一度は行っていただきたいなと思います。これねハマること間違いなし。ということで本日の米編コーナーに参りたいと思います。まず一つ目の米編、そうなんですよ、麺大好きすぎるんですよ。もう家でもね好きすぎるあまり自家製麺打ったりとかねするので、まあこういろんなねお店を行ってこう麺食べたりするとこんな違いがあるんだと、まあ毎回感動させられますが、やっぱりねまあ僕自身ラーメン以外にも麺類好きなんだけど、やっぱ、ね、飛び抜けて中華麺が好きかな。ちょっとねぜひ皆様もこの麺好きだよとかありましたらコメント欄に書いていただけたらなと思います。どうしてもねやっぱ僕も好きなものによってしまうので、みんなが見たいパスタとかみんなが見たいそばうどんとか、まあそういったね参考にできればと思いますので、そのコメント欄の方にね、そのご意見書いていただけたら嬉しいなと思います。ということで本日2つ目の米編、確かにね昔の動画だとデフォルトで二郎系ラーメンを食べに行くと1本とか2本とかね乗せてもらってたような気もします。で多分一番最高だと6本ぐらい食べてたと思うんだけど、本当にねもう最近はこれは年なんだろうね、油がもうダメで、お腹にね余裕があったとしてもいわゆる二郎系ラーメン屋さんのこう油のね多めなチャーシューであれば1本が限界かな。普通にもし仮に並盛りのねラーメンを食べたとしてもそれ以上はねきついかもしれない。いやーそうね、容量を戻してるトレーニングしてる最中ではあるんだけれども、仮にねこれ容量がね戻したとしても昔のように同じ食材を同じ量では食べられないと思うかな。ただね昔に比べると逆にさっぱりとしたもの、お蕎麦だったりとかそういったものに関しては下手したらね昔よりもこう飽きずにもういらないですってならずに食べれる可能性もあるので、まあこれを退化というか進化というか、まあまあ容量はねもちろん退化してるんですけども、まあ趣味嗜好が変わったというところで、僕自身もですねいろいろと食材模索して逆に昔よりもこれ食べれるんじゃねみたいなのをちょっと今後ね見つけてどん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 大食いしていこうと思います。ただラーメン二郎系は大好きなのでそれ関係なしに今後もすり鉢でね、こういった形で食べていこうかなと思います。はい、ってことで本日最後の米編、おそらく多分この言われてることに関しましては多分過去の動画でそのサービスでご提供されている品、例えば二郎系のラーメン屋さんで言えば野菜増しが無料とか麺増しが無料、あとは分かりやすいところで言うととんかつ屋さんとかのキャベツおかわりし放題とかそういったものに関しまして、こう自分で自己申告したものを、まあ、残すのはねどうしてもお店さんのご厚意でお腹いっぱいになっていただきたいという気持ちから、まあ、こう未然に起きてというか売り上げのない状態からまあ、ただでね、食材を提供するというところで、まあそういったサービスは、こう、いたずらにね、注文するのではなくて、注文した分はね、残さないように食べきってくださいね、なんていうお話はしたと思うんですけれども、どうしてもですね、こう、動画でね、お伺いさせていただきますと、こう注文したもの、プラスアルファでバンバン来てしまうので、ちょっとね、昔であれば、胃もね、とんでもなく、自分で言うのもあれだけど、大きい方ではあったからそのご好意にね応えられる力はあったんだけれども、今はねちょっと退化してしまいまして、そういったご好意にね応えられない場合が多々あるので、そうですね、まあ本当はね、まあそういったもちろんお店さんから
これ食べてって言って出していただいたものも完食するのがベストなんだけれども、まあとにかく僕もですね、それにまた応えられるようにトレーニングしたいなとは思います。ただまあそれとは別途にですね、もちろんそういったお店さんが、ただで、サービスで提供しているものに関しましては、適当にねこういたずらで注文して増やすのではなくて、まあ増やした分は増やした分だけね、しっかりと皆様も食べていただけたらなと思います。でまた別にですね、こういった二郎系のラーメン屋さんでも量が多いお店さんは麺少なめとかね、そういったサービスもやってますので、ぜひね食べきれなそうだなみたいな感じの時にはそういったねサービスもご利用していただけたらなと思います。はい、ということで本日の米編コーナーはこの辺りで終了したいと思います。また次の動画でお会いしましょう。じゃあね。